和真議員。はえ、い、議案第75号、教育長の任命についてお伺いいたします。えー、現下、あ、えー、まあ教育長は、えー、現職の教育委員長であられますので、まあ市長もいろいろとその人となり、またお考えなりはよくご存知だろうという前提でお尋ねしますが。 えー、現在、品のきプラン、またきなさの小中学校の体育館教養の現状と、今後の小中一貫に関する議論、一、え、律、ー、高校の中高一貫化に関しての議論がなされているところでありますが、住民、府警、または児童、生徒らの意見集約については、えー、今度の人選にかわる人物はどのようなお考えであるのか。 またスキーについて伺いますが、一般質問でも私、伺いましたところ、えー、スポーツ推進計画上の取り組みをお聞きしたところ、学校教育上の取り組みが返ってくる等で、ちょっとかみ合わなかったので、また改めてお尋ねします、スポーツ推進計画上のシエスキー場についての位置づけは、えー、今度の人生にかかる人物、どのようなお考えなのか、以下同様にスポーツ推進計画上、シエスキー場の経営時の必要性について。 スキー場の財務運営に関する認識、小学校のスキー教室会場として、スキー場を活用することと、スキー場の持続可能性の関連についての認識、長野市のスキー教室会場として、スキー場の活用を拡大する余地がどの程度あるのかについての認識、スキー場の持続可能性を維持しまたは高めるためにどのような行動を取るのか、その具体的な目標についての有無についてお尋ねいたします。 加藤市長<上>お答えいたしますこの件につきまして、私は人格が高潔で、教育行政に対する指揮権が本市教育長としてのとして誠に適任であることから任命,いたしたい任命いたしたいと考えているものでございまして、小泉議員の言われております質問項目に対する、 個々の見解によって任命するのではございませんのでよろしくお願いします以上で小泉一馬議員の質疑を終わりますこれを持ちまして議案の質疑を終結いたしますお諮りいたします本件に関しては委員会付託を省略し直ちに採決に入りたいと思いますが これに、ご意議ありませんか異議なしと認めます。よって直ちに採決に入ります。採決を行います。本件を原案のとおり任命について同意することに賛成の諸君の規律を求めます。賛成多数と認めます。よって原案のとおり任命について同意することに決しました。次す。